こんばんは。大丈夫ですかね、顔。顔大丈夫、大丈夫。ということで、針の展覧、青ガール展同時開催。見てください。原画はすごいですよ。加藤智子さん。遊び心。はい、こちら。若い柴野さんです。その先。リエ・クオーカーさん。こんなんて言ったらレッドアイ、レッドアイ、レッドアイ、お酒のレッドアイですよ。ビールに卵の黄身かな、レッドアイ。お酒にまつわるものが山口佳代子さん、フェイスブックでもおなじみですよね。私を書いてくださいました、京都での個展の成功おめでとうございます。そして針作品、これは、グロリオサ、キツネユリの絵を描いてますが、主に色彩を楽しんでいただければと思います。買ってくださったのはじゃん、私です。フェイスブックでもおなじみ鳥越宗次郎さんです。あ、よろしくお願いします。本当に顔がちっちゃいんです。顔がちっちゃいんです。実物の方がいいですよ皆さん、ね、一言皆さんに。何でもいいです。無言ということで、ね、金木は沈黙、金木は沈黙で、沈黙は沈黙は沈黙。次、はい、あ、はい、はい、春浅野さんご自身の作品を。Facebook でリンゴの絵を上げてもらったものです。ここにリンゴが光ってます。リンゴね、あれから描いてくれたんだって。見て見て。皆さんがこうなんかね、生きたみたいって言ってた。ぜひとも、ご来店の上、リンゴ旬となっております。普通は玉をね、握ってますよね。玉の回それはね、存じ上げない。あのね、かなりの池感が漂っておりましたが、文章からやっぱり池でございました。はい。そしてこれ。これ。いつものいつものセレネータのサッカーロ、うん、私の心の恋人中島雅之さん、ネギさんでございます。まだ皆さん心だけですね。心だけ突っ込みますね。ということでネギさん、はい、Facebook の皆さんに、ネギオファンの皆さんどうぞ。です、初めてこういう生で今日は秀子さん初めてお会いして、すごい素敵な、はい、コポッチャリがすごく僕は痩せてる時よりもいいなと思っております。あえて嬉しいです。あえて嬉しいです。コポッチャリなんです、ね。コポッチャリご自分でね、おっしゃってました、ね。そうです。フォーマンまで行ってないでしょ、まだ。フォーマンまで。いやいや、行ってないです、全然。行ってない。コポッチャリ。ガリガリだったんですけど、今後はコポッチャリで打っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、中島さんにご自身の作品をご紹介いただきます。すごいですよ、すごいよ。ネギさん。まあ、これ現代書っていう分野に入ると思うんですけど、まあ、古典やった時に、まあ、現代書だけで古典もやったこと一回あるんですけれども、その時に出した作品で、ね、自分の詩を二幅の屏風にして、それでこう美しい、あ、無常の月っていうタイトルと無常の天使っていうタイトルなんですけど、それをまあついにして、でこちらのまあ月の世界とこの天使の世界っていうのをこう対比させて、でまあ表層もそんな風に少し意識して、こういう暖色系の淡墨とこの濃い墨の冷たい色の表層でこうまとめてみたんですけど、とても素敵、あのね、近くでね、本当に見ていただきたいんですね。そうですね、普通の書家はこういうことしないと思うんですけど、例えばこの「か」「か」っていう字をアップしてもらうと分かると思うんですけど、これ金泥が中にこう入ってるんですね。でキラキラこう光るんですよね。そうなんです、すごい綺麗なんですよ。これは現物見ないとね、分からない。それで、まあ、絵描きでもあるんで、うん、こういう天使の羽がここにこうちょっと飛んでたり、そういう、まあ、
いわば書でもあり絵でもあるっていうふうな、書家の書ではなくて、まあ、絵描きの書っていうふうな感じだと思いますね。これ書道がなんかお極めになってる？いや極めてはないんですけど、一応現代その象形文字専門の水明、水明会っていう書道の会があるんですけど、まあ、そこは、まあ、結構二代目かなんかで友人の馬淵雄明先生という先生と、まあ、飲み友達でもあるんですけど、一対一でずっと教えていただいて、もともとその絵っていうのは、書っていうのは象形文字から始まってて、その象形文字っていうのはいわば絵です。ですから、あの象形文字ですか、歴史で習った、うん。そうですね。だからもうその、まあ言ってみればその形を、月なら月の形を書いたらそれが字になるっていうことなんで、だから絵と書っていうのは、言ってみれば僕にとっては同じようなものだ。ここなんかはこう、この土壌の月に対してちょっと土を入れたりとか、こういうのにも工夫したりしてるんですか？ちょっと長くなってないですか？いや、大丈夫ですよ。ねえ、ネギさんを見てるだけでいいって方もいらっしゃると思うんで、いるって。ということで、すごい、ぜひ見に来てください。それでは、皆さん失礼します。あ、そう、あ、ちょっとそれ、先場製振動社長、PR しなくちゃ。社長でございます。苦手なもんです。すみません。こちらはいつもどんなことが入ってるんです？選抜生徒さん。ここ？うん。生地の販売と、うん、ワークショップと、うん、それからまあこういうギャラリー、うん、それからまあ落語会とか、うんうんうん、それから喫茶と、うん、まああとは大人が連れていただいていいんじゃないですか、ね、あ、そういうフランクだっぱ。まあ、大人の遊びだっていうので。あ、大人の。あ、違う。アートで楽しもうでした。社長忘れてはいけませんよ。じゃあアートで元気や。アートで元気っていうがテーマなんですよ。そうでした。千葉精神堂。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではどうもお願いします。失礼いたします。ここはもう終わりなんですよね。いや、僕とかないだけで、あと皆さんごゆっくりどうぞ。あ、どうもありがとうございました。はい、適当にお遊びください。失礼します。ごめんください。失礼します。とてもこう居心地のいい空間で。なんかどういうのかな、どなたかの仕事もされて、どなたかのお家が今に来たような感じでございます。あとはこちらご覧ください。私のラジオのシルバースクリーントラベリングの相棒でございます、坂根龍河の出現でございます。俳句の菊、残る菊をテーマに、彼が、大輪の菊を、残る思いですね、こういうふうに仕上げてくれました。こちらも中島さんが作ってくださった残る菊の思いの作品ですね。まあ、これは今回プレビュー展なんですが、本展ももちろんあります。出てみられたいなという作家さんがいらっしゃいましたら、ぜひ特集までご連絡ください。あと青ガエルさん、青ガエルさんの作品も、写真もとても上手ですけれど、やっぱりこちらがご本業かな。独特の世界ですね。この恋のカワセミ、すごい色が綺麗なんですよ。こちらも売れちゃったそうです。ちょっと意味深な、だいたい女性のこうこの太もものあたりがモチーフになることが多い青ガエルさんの作品ですね。あとはご紹介漏れはございませんかね。あ、これをね、差し入れをいただいてるんです。坂東さん、ありがとうございました。頂戴したいと思います。あとは、あ、神さん、今朝来られたそうで、私にまで、お土産頂戴いたしました。誠にありがとうございました。あとは松岡ひろゆき君が、これひろゆき君ありがとう、マニジュツアーチケット取ってください。よろしくお願いします。
あとは、こちら私のお花いただいてます。入れますかカメラ。岡山セレクトショップギャレさんからお花いただいてます。京ちゃんありがとう。とっても綺麗なあの蘭の花堪能いたしました。岡山に持って帰れたら持って帰りたいと思います。ということで、アワガエル展と針の展覧プレビュー展同時開催、大盛況のうちに、初日が終わろうとしております。これから皆さんでイタリアンレストラン繰り出そうかなと思います。春春さんの一言どうぞ。ダンディダンディ皆さんお待ちしております。土曜まででしたっけこちらで、うん、ということです、うん、お世話になります。どうも何か付け添えることはございませんか。ネギさんは最終日も来られますよね。あ、あの搬出になってます、うん、来られるここ。あ、いますよ。4時ぐらい4時ぐらいから中島さんのファンの皆さん、ラストラスト、ラスト、あの最終日に4時からは中島さんいらっしゃいます。アゴアラさんいいですか。いいんですね。後ろにいらっしゃるけど出られないそうです。それはもうクリスマスムードが始まってるんですね。そうですね、聞くとポインセチアというのはちょっと取り合わせとしてはどうかと思いますけどもそれではまた See you soon クリスタルでした。